こんにちは皆さん、私 SAP ジャパンの浜田と申します。本動画では SAP ソリューションの一つである SAP フィオーリとはどのようなものであるかをご説明したいと思います。近年モバイルデバイスが急速に普及してきています。そしてそれに伴いモバイルでのアプリケーション利用も浸透してきました。そしてこの流れは業務用アプリケーションも例に漏れず、コンシューマー向けアプリケーションの持つ直感的な操作性や、外出先等どこでも利用できるモバイル利用という新たなアプリケーション利用の形が求められるようになってきています。そして社内の業務システムに対してそうした2つの新たな業務アプリケーション利用の形を提供するのが SAP フィオーリとなっています。フィオーリとはこのように SAP ソリューションのための新たなインターフェースコンセプトであり、弊社では今後新しく生み出すアプリケーションに関してはこのコンセプトを基本とし、また従来のアプリケーションに対しては頻度の高いものから順次その適用を拡大しています。それではもう少し具体的にフィオーリとはどのようなものかをご説明します。まずは直感的な操作性ということですが、こちらが従来の SAP ソリューションのインターフェースとなっています。慣れれば使いやすいという反面、慣れるまでに時間がかかったり入力ミスが起きたりということもありました。しかしフィオーリによって生まれ変わった画面では直感的なデザインにより迷うことなく誰でもすぐに使えるようになっています。次にモバイル利用ということに関してお話しします。フィオーリを通じてモバイルデバイスからアプリケーションにアクセスすることができるため、営業中や移動中であっても社内システムのデータの参照などはもちろん、製品の発注であったり各種申請の承認もできますし、システム内のデータを利用した業務分析まで可能となります。つまりフィオーリの持つ直感的な操作性とモバイルでのシステム利用という2つの特徴を通じて、誰でもいつでもどこでもシンプルにシステムの利用が可能となります。それでは最後にフィオーリがどのようなビジネスメリットをもたらすのかを具体的に見ていきましょう。まず第一に、シンプルなシステム利用により業務の生産性の向上を可能にします。またユーザーフレンドリーなインターフェースにより社員のシステム利用率の向上にもつながります。さらに人為的な入力ミスやシステムエラーなども減少します。そしてシンプルであるがゆえにシステムを初めて利用する人のための教育コスト削減にもつながります。フィオーリとはイタリア語で花を意味するように、 SAP システムのインターフェースをより美しくシンプルに変革します。本映像をご覧いただき、さらに詳細をお聞きになりたい方は弊社担当営業にお申し付けください。弊社担当営業が不明な場合には弊社問い合わせ窓口までお問い合わせをお願いいたします。以上 SAP ジャパン浜田がお届けしました。ご清聴いただき誠にありがとうございました。